私はどうです？元気です。でもおしっこはしならないとしなかったです。あ、しなかった。じゃあしょうがないね。なかなか難しいですよね、猫ちゃんのおしっことの3、4、5。いたずらはしてない？最近は。最近はしてないです。見えてる範囲ではしてないと思うんですけど。見えてる範囲はしてない。でも夜ってもう寝てるときはケージの中。いや、出してます。あ、出してます。どこで寝てんの？横で寝てます。あ、布団の横で。布団というか、うん、ベッドの下とか。もう見える範囲で基本的に。そうなんだ。で、まあうんちも1日1回は出て、見た感じは普通なんですね。ちょっと下痢っぽい時もありますね。あ、あるんだ。で、それに合わせてラクサパンをあげるかあげないかみたいな調整はしてますけど。まあ、下痢しとったら人たちが休んでるんで。なんか大固形でうんちがその後半になってちょっと緩くなるみたいなのが、うん、そういうのが出るときにさ、検定した方がいい。そうなんです。どっちかっていうと普通のやつよりも、そういうときに、いや、まあさすがにもういないと思うんだけど、現地は出てるかもしれない、うん、そういうちょっと後半がちょっと緩いとかさ。できたら出てすぐ持ってきた方がいいですよね。まあそうですね。そういうのが出てたときはね、うんちだけ、うんちだけを運んでもらえるといいですね。来週ちょっとそういう時があったら持ってきます。はい、お腹下がろう。そんな、大抵は最後まで普通なんですよね。普通です。だから1週間に何回ぐらいの、そんな最後の方がちょっと柔らかいっていう感じですね。え、でも半分ぐらい。え、半分もないぐらいかな。2回ぐらい。うん、そんなにあんの？ちょっと最後の方が柔らかい。今日もちょっと最後の方が、最初の方がいいけど途中から柔らかくなる。そうなんですか。はい、ごめんね。毎日持ってて。ルナちゃん。ルナちゃん。ルナちゃん、ごめん。飲み水入れさせて。そんなに嫌がらない。そんなに嫌がらないの。力すごいね。そんな一番こう、そんなちっちゃいの子。はい。よし、あと耳にも入れるよ。大丈夫、ルナちゃん。痛くない。すごい力ね、この子。ね。私楽にしていいよ。そういうから、先生、毛の早変わりですかね。ブラッシングしても最近めっちゃ抜けるんですよ。まあそうね、半年過ぎたから生え変わってきますね。半年、生後半年過ぎるぞ。でもちょっと早いよね、さすがに。半年過ぎなったばっかだよね、まだ。そうです、なんかめっちゃ浮いてる。あ、ルナちゃん怒ってる。今度お尻こちらに向けてください。はい、ごめんね、ルナちゃん。お尻ちょっとだけね、一瞬ね、ギュッてやります。 OK、 出た。まあこれぐらいね、ちょっと冷たいのにしよう。
早く。ちょっとじゃあお腹に当てますね、抗戦勝者を。はい、持ってきて、100の1分でお腹に。はい、お腹とこのお尻の方からね。食べる量もすごい増えたから、それと関係あるんですかね、いや、それは関係ないですよ先生。でも一昨日吐いたんですよ、初めて。それは食べたものをそのまま多分噛まずに多分食べてて、それは噛ま、そんなに噛まなくても大丈夫。あ、そうなんですか。初めて吐いたんですけど。で、その後はしょんぼりしてない、元気にしてます。元気にしてて、吐いたのを食べようとしてました、吐くしたいのか、うん、そう、食べちゃうんですよ。食べてすぐ吐いたってことね。そう、食べてすぐ吐いた。気は混じってない。もう全然混じってない。食べ物だけでした。まあ、その時はね、本当はね、またそこで飲んだり食べたりすると、また続けて吐くことがあるから、まあ30分から2時間ぐらいは水とご飯を下げた方がいいですね。ああ、そうなの。食べて、食べて。水も下げた方がいい。そう、水も下げる。もう一本じゃん。もう一本。はい、しばる。基本吐いたときは、まあ、2時間だね。2時間下げておいた方が無難です、ね。わかりました。水もね。で、2時間経ったら、いきなり、まあ、まず水をちょっと少なめにやっといて、飲んで終えてこないかどうか。で、こなければ水の量をちょっと増やし、一回食事も、規定量やんないや、とりあえず4分の1でやって、かかったらまた4分の1やってみたいな。そういうやり方した方が安心ですよね。基本吐いた時はそう。出切りした時は、柔らかい時は別に吐き気さえなければ別に食事はやっていいです。ただし、その週に2回したら最後の方が緩いとかだったらさ、それはおかしい。現状関係あるとかね。関係あるかもしれないですね。大腸が弱いのかもしれないですね。時で預かって調べたんだよね。なんで取れたの？しかも、あの検査した日に取れたんだもんね。家では持ってきてないんで。あ、もうそんなんでよ。で、あと昔、まあ半日預かるだけでは多分しんどですよ。預かって、それでちょっとリラックスさせるお注射しないと、多分しない。多分この間リラックスさせる薬を打ったような気がするね。ご飯食べないから打ったってでしょう。で、それでリラックスしておしっこも出たんだと。あ、預けないとおしっこは厳しいですかね、健康。いや、わかんない。あの、それで、する子はするんだけどね、結構。全然我慢しちゃう。しちゃう、心血みたいで。あ、どこ行こう。まあでもおしっこ通常2回ぐらいでしょ、1日。してます。で、今日だからずっとしてないんですよ。最後したのいつだっけ？昨日の夜。うん、あの、ずっとしてない今日。あ、ほんと。ちょっと待って。最後したの昨日の夜？昨日の夜。え、でも、してんじゃない？今この上しか頑張ってないですよ。え？そんな、やってないんで、え？最後したの昨日の夜の何時ぐらい？昨日の夜の、前だから10時とか10時、11時ぐらいしてない？ちょっと待って、こんなぐらいですよ。あんまり強く刺激してないんだけど、軽く外から来て、待って。
やってるとするかもしれない。結構取れますね、うん、まあまたいつもいつもさトイレに砂がないのはかわいそうだからさ、たまにない時をさ24時間作ってみてください、うん、そうすると多分1回は絶対すると思うからさ、うん、普通にあの食欲が普通にあってね、ちゃんと普通にお水飲んでれば、で通常だったら猫さん1回とかだね、2回ぐらいするもんね。3回します。まあそんでも取れんかったらじゃあ半日朝から新潟まで預けてください。でもその時は血液検査はしないからご飯食べてきていいですから、そのお水も飲んできていいし、この間の結果とか大丈夫ですかね。結構気になって、うん、まあ1回ではなんとも言えないけど、うん、UPC どこにかってこれか。こんなに高かったんだっけ、この子。機械の間違いかもしれないけど。ここまでの数字は機械の間違いの可能性があるよね、さすがに。でもやっぱり一回調べた方がいいよね。7.43 でめっちゃ高いね。まあでも昨日の10時にしたんだったら今日の夜の10時か10時ぐらいまでするような気がするんだけどね。でもしそれ取れたら、まあ、夜の10時まではちょっと砂なしにしておいてください。もし取れたらあのスポイルしてよく入れて、なんか紙袋に入れて冷蔵庫に保存しておいてもらえれば、そうすると翌日明日も来てもらえれば検査に出せますんで、あの UPC はここでは調べられないんで送るんで、取れたおしっこをあれでゆっくりです、あの旋回転に3分回して上積みを調べるんです、うん、ただ室温で置いておくとやっぱりおしっこも痛みますんで、じゃあそのおしっこもし今日中にしたら明日の午前中におしっこだけ持ってきても大丈夫。うん、大丈夫。おしっこだけ持ってきてもらえれば。その代わり冷蔵庫保存、ちょっと容器に入れてなんか袋にかぶせて冷蔵庫保存しててくださいね。本当だけよく抜けるんだ。めちゃくちゃ朝もやったんですけど、それ可愛いですかね。うん、まあ、確かに半年過ぎると抜けるっちゃ抜けるんだけどね。これが正常ですかね。いやこれからね、だから今までは生後6ヶ月までそんなに言うほど抜けない、腸毛しても。でも6ヶ月過ぎてくると春と秋はめっちゃ抜けます。だからこれをブラッシングさ、この生後6ヶ月までにブラッシングに慣らしておかないと、この子慣れてるからさ、まだやらしいけど、慣れてない、腸毛しでさ、ブラッシングに慣れてない子はさ、もう悲惨なことになっちゃうの。いるんですよ、もう毛玉だらけの腸毛し。そのよく抜ける時期は1日2回ぐらいの方がいいですか。いや、そうですね。やっても全然悪くないですよね。じゃあ、尿検査の栄養を持ってらっしゃるもんね。はい。はい、じゃあ薬だけ出してきます。はい、それとあとうんちもね、もし柔らかいのを出た時には、なるべく早めにあの乾燥しないようにして持ってきてもらえるといいですね。ああ、かっとこしちゃった。かわいいよ。前のキラも見たぞろに言ってるよ。はい、じゃあすみません、お薬をお願いします。おー、はい、帰りたい。めちゃまかってる。この子、あれいつにつけたのね、レボリューション。この間、前回つけました。あ、これね。はい、これは気にするよ。はい、どうぞ。はい、じゃあお薬ですよね。はい、じゃあまあおしっこの方は、じゃあもし取れたらお持ちください。わかりました。はい、じゃあ大丈夫です。なんか木が飛んでっちゃったけど大丈夫かな。よいしょ。あ、お願いします。よいしょ。